アシスにて EPC アカウントマネージャーを担当しております力前と申します。今回 EPC の新しい製品につきましてご紹介させていただきたいと思います。 EPC CCL は貝殻からインスパイアされてデザインされた驚くほど薄くて軽くて美しいデザインになっております。1008HA は薄さわずか 18mm になっており、携帯性に優れているデザインになっております。その天板は美しく光沢加工が施されており、また底面は平らで美しく仕上がっております。本体横のところにインターフェースにはカバーが付いておりますので、接続部分が見えません。360度どこから見てもスタイリッシュなデザインになっております。この薄さの秘密は今回は実は PCP 基板にあります。左には一般的なネットブックの基板にございます。その右には実は前昨年 S101 用の基板になっておりますが、その時から EPC が薄型化と軽量化に成功した2分の1の基板になっておりますが、今回 1008HA の基板は S101 より2分の1いえ4分の1サイズの基板になっております。この基板によってファンデーションのところに発熱がないためにユーザーエクスペリエンスの向上させることに成功しました。この4分の1の基板はなんと普通のクレジットカードのサイズと同じようになっております。性能面につきまして、今回の 1008HA のところにはアトム最新のN280CPU が搭載しております。それだけではなくて ASUS の独自の省電力技術、つまりスーパーハイブリッドエンジン 15% の省電力が可能になっておりますので、今回の 1008HA はパフォーマンスだけではなくて省電力を両立しております。ハイブリッドストレージについて 160GB HDD に加えて10ギガの EE ストレージ、つまり無料のウェブのストレージも使用が可能になっておりますので、合計170ギガになっております。その EE ストレージはオンライン環境ならばデータがいつでも使えるソフトウェアになっております。 1008HA のタッチパッドにつきまして紹介させていただきます。今回のタッチパッドはマルチタッチパッドになって、スムーズイン、スムーズアウト。スクロールは全部マウスなしで指先2本で操作使用が可能になっております。また今回のキーボードは標準キーボードの 92% を確保しております。パールホワイト、クリスタルブラックに加えてロイヤルブルー、またローズピンク、全部4色展開になっております。続いて EPC CCL のラインナップのもう一つの製品 1101HA 紹介させていただきます。この EEPC 1101A は実は今まで EEPC の中に最もロングライフバッテリーになっております。約 10.7 時間のバッテリーライフを確保しております。それだけではなくて、これは初めて EPC が 11.6 型ワイド液晶ディスプレイが搭載されているモデルになっております。つまり今まで EPC の中で解決度が一番高いモデルになっております。1366×768 ドット表示対応が搭載されておりますので、なんと 10.1 型よりも 1.3 倍の表示域が実現されました。このキーボードにつきまして、実は
今年レッドドットデザインの賞を受賞しました。このキーボードは人工光学をもとにして、キーピッチは 18.1mm になっており、シフトキーや数字キーやファンションキーは全部人間の指よりもっと大きくさせたので、普通のエンドユーザーを扱う時より快適な打ち心地になっております。低音席も 1101A の一つの特徴になっております。ファンネスの温度は30度以下で、底面の温度は35度以下、つまり普通の人間の体温より熱くなりませんので、 1101A を膝の上に使っても快適です。続いて EE ドッキングを紹介させていただきたいと思います。EE ドッキングというのは ASUS が EPC のために特別に発明されたソフトウェアになっております。 1101A をご購入いただいて、エンドユーザーは直接その EPC のデスクトップのパネルで、例えば電子、コンテンツやコミュニケーションが簡単に利用することが可能になっております。例えば EE@Vibe というソフトウェアは、エンドユーザーが 1101A のところから EE ドキングという ASUS のウェブサイトへアクセスしていただければ、無料で全部そこでプリインストールされた音楽とか映画、ビデオ全部無料でお楽しみいただけます。また SRS プレミアサウンドというオーディオソフトウェアも搭載しておりますので、今回は臨場感がある 5.1 チャンネルサラウンドサウンドをお楽しみいただけます。また基本の性能面につきまして、 1008H と同じように合計170GB のストレージが搭載しておりまして、無線LANにつきまして、高速な IEEE802.11N、 また Bluetooth バーチャル 2.1 も搭載しております。130万画素ウェブカメラ、またアレマイクも搭載しておりますので、チャットやネット会議は全部簡単にお楽しみいただけます。また従来 EPC は今まで日本国内のみの保証になっておりましたが、本製品により EPC はグローバル保証1年になっております。世界各国でコールセンターの修理対応が可能になっております。 EPCCCL、 今まで紹介させていただいた2つの製品につきまして、 1008HA は今年7月中旬発売予定になって、店頭価格は 49,800円という設定になっております。また 1101HA はマイクロソフトオフィスに年版ライセンスが搭載されたオフィスモデルも発売する予定になっており、この2つのモデルは7月中旬発売予定になって、店頭価格は57,800円、また67,800円の設定になっております。それに今日マイクロソフトの方からご紹介させていただいた Windows 7優待アップグレードキャンペーン対象製品につきまして、 1101A は Windows Vista Home Premium 搭載版も EPC の中に今設定しておりますけれども、今回の対象製品になっております。これを以上をもって EPCCCL を紹介させていただきました。今年 EPCCCL をよろしくお願い申し上げます。本体横のところにインターフェースの部分はカバーがついておりますので、接続部分が見えません。底面のところに実は ASUS は VGA の部分を隠されておりました。 VGA はこういう風に横のところに挿していただければ BGA が使えるようになっております。これは今回 1008HA 特別なところになっております。